こんにちは。こんにちは。超オーダと申します。超オーダー。怖いです。まあ、主に小定寺拳法の方を学んできて、いや、マジ、途中で道をちょっとずれて中華料理に目覚めたものです。武道をやられた。おっと。もう今は料理一筋ということで。いや、二足のわらじだ。今日武道いらないっす。それオーダーっはこちらて、が決めることだ。あのオーダー。W 打ちっすか？いやー、いいところに気がついたな、君。センスあるよ。はちょっとお手合わせ願おうかな。お願いしまーす。はい。いただきますという意味で。はい。それぞれで合わせていきましょう。はい。遠慮してるのか？いや、いただきますで合わせた難しいっいです。すよね。おー、いいセンスしてるね。はい。日本人じゃね。はい。なんすか？日本人じゃね。日本人だね。あ、はい。日本うん、人でいいす。ね、ほんとに。いいよ、愛国心ないの珍しいっ君。すね。ああ、いいこの感ね。じで。今日はもうちゃちゃっと中華飯を作っていこう。うるせああ、いいな。うるせえ。はい、はい、お手合わお願いせおし願いしまます。す。でも一つ問題があって。はい。ちょっと私が具材用でちょっと買い忘れてしまった。あ、うち。麻婆茄子をね、本当は作ろうとしたんだけれどはい、も、はい。茄子の方を忘れてしまっうて。わー！あー！もう無理じゃ！麻婆のみ。麻婆のみ。もしくは、冷蔵庫余り物でもうちゃちゃっと手際よく作るという、やっぱり。この豆腐とかないんすか？豆腐はこれ、あ、豆腐は使っていいやつですか？豆腐はそれね、使っちゃいけないやつなん使だよ。っちゃい個け人ない的やなものつ。だからね。まあでもその実践の流れもやっぱりこう生きていくように流れてるわけだから。やっぱ料理もね、冷蔵庫の余り物で流れるように作ってもいいけれどもね、せっかくだから。ね、まずはやっぱ冷蔵庫の中身とお手合わせ願いて。はい、お願いしうん。まーす。よし、見させてもらうよ。はい。おっと！決まった！作ろう！はい。よし！納豆オムレツに変更だ！はい。めっちゃ変わったー！やっぱりナスがないことには麻婆ナスは作れない！麻婆オムレツとか。麻婆オムレツ！はい。おー、いい提案だ。採用してみようか。はい。うん。この私の勝負に勝ったら採用しよう。じゃあ納豆オムレツでいいです。納豆オムレツでいい。そこまで俺、はい、納豆オムレツ。納豆オムレツでいいか。はい。おー、そうか。はい、まあ、せっかくなら麻婆オムレツにしてもいいかな。麻婆オムレツで。無理じゃん、こいつとコミュニケーション取るの。言われてるぞ。おい、お前だよ。いいね。あ、よ、作れや。楽しそうじゃないか。いねえよ、楽しそうなやつ。おいおいおい、言われたい放題だな。言われたい放題だな。言いたい放題だな。言われたい。その最高な気持ちなんだ、今。納豆も卵も大丈夫なやつなんですか？もちろん大丈夫だよな。卵は全然7月なんで大丈夫なんですけど、納豆が6月っすね。大丈夫だ。6月の中期です。納豆はもともと腐ってるようなものだ。まあ確かにな。うん。卵2個いいっすか？そうなん。いや、大丈夫だ。麻婆オムレツでいいけど。卵もう2個いこう。卵にもう2個。あ、うん、4つで。卵はもう納豆ってそんな期限過ぎていいん？卵もうないっすよ。言った方がいいよ。勇気ないから言わないけど。君の卵のリスクショーって言ってるけどな、たまに。いや、どう考えても卵じゃないだろ、これは。なんでこれを出した？おい！あ、危ない。よし。え、納豆、過ぎてんのやばくないっすか？あ？期限過ぎてんのやばくないっすか？やばくないだろ、どう考えても。ここを使え、ここ。いいか？実践っていうのは腕だけじゃないんだ。体の使い方も大事だし、頭の使い方も大事なんだ。わかるか？はい。うん。だからここを使っていけ。はい。はい。納豆結局、麻婆オムレツ使おう。はい。納豆麻婆オムレツだ。納豆麻婆オムレツだ。美味しそうじゃないか。納豆なくてもいいんじゃないですか？麻婆あるなら。何が？納豆が必要かどうか、じゃあ決着をつけようか。いけるか、代理。代理でいけるか？俺の代理もあいつなんすよ。おー、お前の代理はあいつか。いや、でも国選弁護士が彼で、ほうほうほう、お金詰めは俺になります。木島どうする？国選で。はい。いや、まあそうだよね。つまんないよ。では、はいはい、納豆を入れるかどうかをかけた決着をつける。どっちなんでしたっけ？ん？納豆入れたいんですよね。納豆は入れた方がいい。で、僕も入れた方がいいと思います。うん、もう大丈夫。さあ、お手合わせだ。何をですか？いらっしゃい。いらっしゃい、行きまーす。よいしょー。はい、お願いしまーす。ゆっくりね、ゆっくり。はい。わからないからね。よいしょ。おーし。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おっと。あら、あっ、来た。社交性ないダンス。硬
タ系のやつ、順番に語るやつか。押す。佐藤の中さんやから、オーダーしてた時の、金オーダーしてた時の中さんやん、それ。ちょっと喋ってるのずるいかな。そうなんや。まあ作ってください。おいおいおい、俺を巻き込まれた側だぜ。おいおいおい、結局納豆は入れるのかどうだったの。いやもう入れんのやめましょう。入れよう。どっちもいいです。マジどっちもいいです。マジでどっちもいい。時間かかんないのどっちですか。入れない方だ。入れないです。卵を溶きましょう。卵適当いくね。はい、うん、高崎の卵溶きが見れるぞ。彼卵溶き得意なの。彼卵溶くの下手です。下手なのか。まあ溶くて見せてもらおうじゃないか。ふんだんに殻を入れます。ふんだんに殻を入れる、よくないな。それはふんべん汚すぎるな。ふんべん、え、言ってなかった、ふんべんって。ふんだんって言ってたよ。あ、ふんだん、すいません。遠くで。耳くそ詰まりすぎ。4つ使えばいいでしょ。誰に口聞いてた。あ、すいません。マジっすか。てーてー、てーてーてー。あ、てーてーてー。てー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 。いかがかな。成長してそう。結果やいかに。結果です。できてなかったことができてるでしょ。うん。良さが失われた、俺のせいや。冷めるだろ、ずっと喋ってたら俺が。どうする、これ上手になっちゃったけど。それでもどうにかいけるって、俺、他で。他でいけるって。これしかないわけじゃないから。どうしよう。ちょっとすごい、煙を失礼するよ。痛え。痛え、今。痛かったはず。痛かったはず。麻婆要素もね、やっぱり大事にしないといけないから。はい、だいぶ入れたね。だいぶ入れたね。大丈夫かな。麻婆作るんすか。麻婆はだからもう麻婆作んなくていいじゃん。麻婆味。麻婆味。麻婆味。ああ、いい音だ。ああ、いいね。でちょっとね、ちょっとこう今日かき混ぜて、かき混ぜながら優しくね。あ、もう混ぜていい。ゆるくね、ゆるく。あ、これ崩していいんですか。いやー、それ軽くだよ。軽くね。うん。で、ちょっと火弱めていこうか。あー、いいね。中がトロトロで。自分がここだと思ったタイミングで巻いてごらん。むずい。いや、いいよ。今んとこいいっすよね。できてる、できてる。今んとこね。うん。よっしゃ、よっしゃい。どうだ。難しいぞ、フライパンで巻くの。上手だ。いや、素晴らしい。いや、素晴らしいよ。これもう一回いったらもう、これもう一回いけるか。これをひっくり返せばもう、いや、完璧だ。いくぞ。おいしょ。いや、良さ出た。じゃあそれを器に持っていこうか。何すかこれ。卵、え、これ普通の卵焼いただけだよ。何がだ。卵焼いただけだ。オムレツだ。オムレツは卵を焼くものだ。味もなくないですか。だって油に。いいんだ。想像以上の声量に圧倒されたが、強い玉置浩二。それでいいんだ。俺ほんまはいいと思ってる。言い聞かせるように。よし、せめてもの麻婆感を出そう。豆板醤だ。豆板醤だ。そして最後にラー油をかけよう。え、もういっちゃっていいですか。いや、もうまさにそのケチャップの感覚で。そんなにいっていいもん。いや、もういい。わからないところであった。ちびまる子ちゃんの慣れたみたいな。あとラー油どう。でこのフォアジャオをちょっと振ろうか。フォアジャオなんてあるし。てー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 。熱くない。てー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 。完成だ。まあ、何はともあれ大幅変更だったが、無事にできたということで、はい、私はナイスアドリブでした。ああ、麻婆オムレツだ。どうした。
お腹空いてたんで、その、まあ、ボーナスがやっぱり良かったなって食べな、食べ声めな、なんでな、辛いっすね、美味しい、まあまあ、でも美味しさだな。いや、今日はありがとうございました、来てもらって。いやそうだね、不甲斐ないよ。だからその最初の憲法の部分が結構盛り上がってて、それでなんかもう料理を作るのをちょっとめんどくさくなってしまって、あの納豆とか良くないですかって言っちゃいました、すいませんでした。憲法って一人で見せられるもんなんですか？そりゃそうだろうよ、一人でやってなかったらやってないよ、始めてないよ。あ、じゃあ一人で見せてくださいよ。行きましょう。じゃあちょっとよろしいですか、すいません、ありがとうございます。ちょっと声で気をつけてな、一応危ないから。はい、お願いします。料理すんね、こいつ。なんだ、まだ物足りないか。いや、物足りひんとかじゃないですけど、日本、大喜利っていう文化あるんですけど。おお、聞いたことあるぞ。ちょっとお題出すんで、おその書いて、待って、出してもらって。おお、いいじゃないか、やってみようか。はい、今なんかお題ある？憲法家の一番知られたくない恥ずかしい癖。なるほど。めちゃくちゃ偉いです。めちゃくちゃいろいろやってる。マルチすぎる。一応できたぞ。憲法家の知られたくない恥ずかしい癖とは。HG をテレビで見ると共鳴してしまう。おそんなイメージ。そうなんだ。え、限界や。限界。限界。あんまテレビ出てないやろ。限界すぎる。いやね、ナスを買ってきた方が、うん、よかったか。HG をテレビで見ると共鳴してしまう。